前回、特急ライラックと北斗で、函館へ、車内チャイムの音を楽しみ、北海道のラーメンを制覇したのでした。旅は7日目、本日はいよいよ北海道の最終日です。ごきげんようです。函館からお送りします。ナミビアさんです。函館の海鮮が楽しみなまりさんだぜ。今回の宿泊では、朝一の朝食券のついたプランを選びました。提携している店舗で朝食券を渡すと、ご飯をいただけるというわけです。この日向かったのは、鈴屋食堂。雨が降っていたので、メニューとホテルからの近さを重視しました。函館といえば、イカが有名。やはりイカ刺しを食べたいな。水揚げしてすぐにさばいた、新鮮なイカは、歯ごたえがありますね。そして気になったメロンジュースを追加。これも果肉が入っていて満足度が高いぜ。ホテルをチェックアウトし、売店に寄るために、早めに函館駅へ、改札を入ると、ちょうど札幌を早朝に出発した北斗2号が到着したところでした。この列車は折り返し、北斗7号となります。新幹線と接続の良い時間に、函館ライナーがあるけど、新函館北斗駅でも売店に寄りたいので、北斗7号の自由席を利用することにしたぜ。281系にも乗っておきたいしな。ところで皆さんは、前回の動画でお伝えしたことを覚えていますでしょうか？確か昨日乗った北斗14号は、函館に着いた後19号で札幌に行って、その車両は今朝2号に使われます。ということは、やあ、また会ったね。今回の旅で、3回目の登場になる、この編成、5号車には自由席でも、リニューアル座席の車両が繋がっていますが、せっかくなので試作車に乗ることにしました。車内には、リニューアルされていない青いシートが並びます。デビュー当時からそのままの、設計の古い座席ですが、シートは柔らかく、意外と長距離乗れそうです。281系は、間接照明を利用した天井の設計がいいよな。ご案内いたします。この列車は、特急、北斗、7号、札幌行きです。線の鐘をイメージした発車メロディーに見送られ、北斗7号は函館を発車しました。北海道を離れる時に聞くと、名残惜しくなるな。この音色が流れる特急が、函館駅に来るのはあと何年だろうか。列車は朝の函館本線を進みます。五稜郭を発車すると、詳しい案内放送が入ります。南千歳、新札幌、終着、札
札幌です。列車は七重で一旦停車、藤代支線と分岐する、信号の関係のようです。車両基地が見えてくると、新函館北斗に停車、乗り換えのため、下車します。降り換え列車をお願いします。北海道東北新幹線東京行き早草21号は新幹線ホーム11番線から先頭に札幌に向かう北斗7号を見送ります。北海道特急のパイオニア、日本最速の称号を手にした281系にはこのタイミングで乗車することができてよかったです。ラストランは10月最後まで無事故で走り切ってくれることを願うぜ。原則運転はするものの、復旧してよかったです。乗車するはやぶさ245、東京行きの車両が、車庫から入線してきました。この車両ってもしかして、北海道をイメージしたロゴ、そして、このラベンダー色の帯、ここでなんと H5 系が登場。臨時ダイヤで、普段と車両が変わっているようです。車内のご紹介をいたしましょう。内装は基本的に H5 系と同じですが、ラベンダーをイメージした紫色のドアと、氷をイメージしたカーペットの模様が特徴です。グリーン車のカーペットもラベンダー色なんだな。本日も北海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車ははやぶさ号東京行きです。全車指定席で自由席はございません。次は新青森に停まります。列車は新函館北斗発車、次の停車駅は新青森です。思いがけず始まった H5 系の旅、思えば今回の旅は珍しい車両運用の連続でした。電車駅と到着時刻をご案内します。次は新青森11時50分、続きまして八戸12時15分、盛岡12時45分、仙台14時ちょうど、大宮15時39分、上野15時58分、終点の東京には16時4分に到着します。なお青函トンネルには11時10分頃に入ります。青函トンネルに入りましたら電光掲示板にご案内が表示されます。最後の北海道要素としてソフトカツ源をいただきます。この酸味のある味が癖になるぜ。列車は木古内を通過して海峡線の線路と合流。木古内駅は珍しい構造で上り線だけに通過線があります。青森県側の奥津軽今別と反対の構造だな。救援列車を止めておく関係なのかな。ここから先は在来線と新幹線の線路が通る三線機場の区間、貨物との兼ね合いで列車の速度は時速160キロに制限されます。続いて列車は青函トンネルに突入。北海道とはしばしのお別れです。
湿度が高い海底トンネルでは、列車の窓が曇るので目印になります。今日は特に水分量が多いな。まるで大雨の後のようだぜ。トンネルを抜けて、奥津軽今別を通過すると、海峡線と分かれ再び高速走行。右側には陸奥湾も見えます。列車は一ノ関から郡山で徐行し、普段よりも時間をかけて東京に向かう予定です。定期時計に長く乗り旅もしてみたいところですが、しかし、我々は新青森で降りて、ずっと同じく日本海周りで東京に向かいます。今度は、H5 系ハヤブサのグランクラスを利用して旅をしたいと思いつつ、ハヤブサ245を見送るのでした。乗り換え時間があるので、買い物を済ませ、乗り換え改札を通って在来線ホームへ。購入したものをご紹介。まずは、ハッピーターンホタテバター味。そして、イチゴに、ウニとアワビを使った、八戸の郷土料理らしいぜ。それから、スタミナゲンタレ、マリサさんが車内で美味しくいただきました。車内でいただいたのは、ハッピーターンとリンゴジュースだけだからな。新青森といえば、このリンゴジュースだけの自販機、今日はどれにしようかな。まだ見たことのない種類もあるんだな。大変ごちそうさまでした。まもなく2番線に遅れております特急津軽4号秋田行きが到着となります。乗車するのは特急津軽4号秋田行き、奥羽本線を経由し青森と秋田を結んでいます。1番線の普通列車青森行きが発車となります。発車までもう少々お待ちください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急津軽4号秋田行きです。途中浪岡、弘前、大鰐温泉、碇ヶ関、大館、高野巣、二ツ井、東野城、森竹、八郎潟に止まります。ご乗車ありがとうございます。ご乗車の列車は特急津軽4号秋田行きです。守り駅におきまして遅れておりました列車からの接続を取りましたため、ただいま約2分ほどの遅れで運転をしております。お乗りのところ列車遅れまして申し訳ございません。これから先止まります駅と到着時刻をご案内いたします。次の浪岡駅は13時5分ごろの到着となります。なお浪岡から先は通常通りの遅れの運転を見込んでおります。弘前13時18分大鰐温泉13時29分碇ヶ関13時37分大館13時56分片野巣14時14分二ツ井14時24分東野城14時38分森竹14時48分八ヶ方15時3分終点秋田には15時27分の到着です。席に着いたところで、早速お昼ご飯にしましょう。まずは飲み物からご紹介します。津軽号で飲む、津軽リンゴのジュース。雪の青森で言っていたネタは、これのことだったか。お弁当の方は、ホタテの釜飯。飲み物と一緒に新青森駅で購入しました。合わせて青森昼食セットです。このホタテは標準的なサイズのはずなんだが、小さく見えてしまうのはなぜだろうか。列車はリンゴ園の中を進みます。
進行方向左の車窓には、雲をかぶった奥羽山脈が、山頂は雲の上で見えません。まもなく、波岡です。通りのお客様は、お忘れ物のないようお支度ください。波岡の次は、弘前に停まります。列車は波岡に停車。この津軽4号は、接続待ちで遅れていたようですが、3分ある停車時間を削って、ここで遅れを回復しました。隣のホームには、リゾート白神が入線。グリーンの塗装は、無な編成だな。列車は、青森市、八戸市に次ぐ、青森県第三の町、弘前に停車。弘前で多くの人が降り、車内は空席が目立つようになりました。隣に見えるのは、江南鉄道の江南線。奥羽本線はこの先もう一度江南鉄道と並んで走るけど、大網線は少し離れた、中央弘前から伸びている独立した路線だぜ。ご乗車いただきまして、ありがとうございます。この列車は、特急つまり4号、秋田駅です。弘前駅では、乗務員交代があるぜ。特急津軽号を担当の、津軽運輸区は弘前にあるからだな。弘前を発車すると、奥羽本線はこれから山の中に入っていきますが、今日はあまり天気が良くないので、景色はあまり期待できそうにありません。江南鉄道の車両は、元東急の車両です。ちなみに、宗谷バスも、元東急バスのグループだったのは、不思議な縁を感じます。この先、東京に戻っても東急は見ることになるんだよな。碇ヶ関から山を越え、国境のトンネルを抜けると秋田県へ、米代川に沿って山を下り、途中、下川沿い駅で運転停車。ここで、駅に乗車した津軽3号と列車交換を行うぜ。米代川を下り切ると、東の城に停車。弘前手前で分かれた五能線が合流します。野城は茶畑の北限で、バスケットボールが強いことでも有名だぜ。駅舎の壁にはゴールが貼り付けられているな。東の城からは南へ、八郎潟に沿って田んぼの中を抜けると、終点の秋田に到着です。まもなく終点秋田。秋田新幹線、奥羽本線、羽越本線、男鹿線はこの2回です。お忘れ物のないようお支度ください。新幹線改札口は自動改札になっておりますので、お一人ずつ乗車券、津軽号の特急券、新幹線の特急券を重ねて自動改札機に置いてください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。雨で散り始めた桜を横目に見ながら、列車は定刻で秋田駅に到着。秋田駅は帰宅の時間帯が始まり、ホームには高校生らしい行列ができているな。秋田駅では乗り換えの時間があるので、改札を出てお弁当屋さんとお土産物屋さんを物色。また米を買っている人発見。秋田の米といえば、秋田小町だよね。秋田駅で見つけたこの車両については、触れないことにしましょう。この列車は、特急稲穂14号、新潟行きです。途中、羽後本庄、伊香保、久方、湯沢、酒田、余部、鶴岡、厚見温泉、富谷、村上、坂町、中条、柴田、豊坂に停まります。グリーン車は1号車です。買い物をしているうちに、稲穂14号が車庫から出てきて、ホームで待っていました。折り返しの車両が朝の便からに変更になったので、車内清掃は終わった状態なので、すぐに乗車できます。特急稲穂の塗装は、列車名にちなんで、秋の田んぼに実る稲の穂と、日本海に沈む夕日、そして風をイメージしたものだぜ。中には浜那須色や瑠璃色の編成もあるらしいが、未だにお目にかかったことはないな。グリーン車の座席は、
通車2列分のスペースを使っていて、1列ごとにパーティションのあるプライベート感のある座席です。2号車よりにはミニラウンジがあり、海の景色を眺めたり、お弁当を食べたりと、グリーン車の切符を持っていれば自由に使えます。長距離列車にふさわしい、東日本の特急で一番の豪華な座席、ぜひ皆さんにも体験していただきたいぜ。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急稲穂14号新潟行きです。途中宇後本庄、仁賀保、久方、湯座、酒田、余部、鶴岡、渥美温泉、府屋、村上、坂町、中条、芝田、豊坂に停まります。稲穂14号は秋田を発車し、羽越本線を進みます。雄物川を渡り、しばらく走ると海沿いへ、右には日本海が、左には鳥海山の見える美しい車窓ですが、あいにく今日は天気が悪く、景色はあまり楽しめませんでした。稲穂号の座席はどちらに座るか、迷うところがあるが、今回は1列の方の座席を選択。行きの特急津軽で話題になった、白神山地の天然水をいただきつつ、広い座席でくつろぐぜ。県の日本海沿岸部には風車が数多く見られます。日本海沿岸部では風が強く、雪が少ない気候という特徴があるらしく、日本海沿いは風力発電に向いているのだとか、外部の資本の多い風力発電の中で、秋田県は地元の企業や銀行が融資し、秋田の産業として利用しているのだとか、景観や増収波音問題にも配慮しながら頑張ってほしいところだな。山形県に入り、しばらく走ると庄内平野に出ます。列車は木坂谷停車。駅の前後で見える桜並木が美しく、鳥海山の眺めが楽しめる駅ですが、先ほどから雨足が強まり、鳥海山はすっかり雲に隠れてしまっています。まもなく、坂田です。降りのお客様は、お忘れ物の内容をしてください。坂田の次は、余部に停まります。まもなく、坂田です。列車は酒田に停車、機関区の名残で、広い構内を持つ酒田駅は、運行上の拠点、稲穂14号は、2分停車します。特急稲穂の多くは酒田止まり、乗務員交代もここ、酒田で行うぜ。18時5分に発車いたします。特急稲穂14号、新潟行きでございます。この列車は先頭7号車、一番後ろが1号車の7両です。19時ご利用のお客様、前よりの3両、5号車、6号車、7号車が人力車両です。18時5分発の特急稲穂14号新潟駅でございます。と1分少々で発車時刻となります。どうぞご乗車になりましてお待ちください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急稲穂14号新潟行きです。途中余部、鶴岡、渥美温泉、府屋、村上、坂町、中条、芝田、豊坂に停まります。
主要駅では、通称スタッチャイムが鳴ります。日本海沿いの町を結ぶ稲穂号では、このチャイムを何回も聞くことができます。皆様大変お待たせいたしました。特急稲穂14号、新潟行きでございます。ただいまの酒田駅にて車掌が交代しております。これより先終点の新潟まで、JR 東日本新潟行きの青木がご案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。次は余留に止まります。余留には18時13分、評価18時24分、夏見温泉の到着18時44分、富谷には18時57分、村上の到着は19時25分です。坂町には19時34分、中条19時40分、柴田の到着は19時49分、豊坂19時58分、終点の新潟は20時11分の到着でございます。列車は庄内平野の若干内陸部を進み、最上川を渡ります。で購入したお弁当をいただきます。今回のお弁当は比内地鶏の鶏飯です。私は焼きサバ寿司と牛飯だぜ。飲み物はもちろん北海道のお茶、うらら、お米の美味しいお弁当って良いですよね。編集中のうつ主もしっかりセルフ飯テロを食らっております。この頃には雲が若干切れてうっすらとではありますが、では三山らしき姿が確認できました。列車は大きく右にカーブして間もなく鶴岡に着きます。鶴岡を過ぎると再び海の近くを通り、山形県から新潟県へと抜けていくのですが、今日は雨が降っていて、車窓は暗く、笹川流れの美しい海を見ることはできませんでした。行きの稲穂1号の時間なら楽しめそうだな。今回の北海道旅行2日目の動画で紹介しているぜ。列車は渥美温泉で、対向の稲穂9号と交換。新潟方面は、この14号が最終ですが、酒田行きは結構遅い時間まで走っています。特急稲穂は鶴岡や酒田に行く利用者が多いのかな。皆様にお知らせをいたします。皆様にお知らせいたします。まもなくいたしますと電源の切り替えを行いますだけで車内の電灯が一時的に消灯いたします。まもなくいたしますと電源の切り替えのため車内の電灯が一時的に消灯いたします。不具合ではございませんがあらかじめご了承ください。またただいまのトンネルをもちまして羽越本線の連続するトンネル区間すべて通過をいたします。これより先携帯電話やスマートフォンといった通信機器類通常通りご利用いただけます。繰り返しとなりますがまもなく電源の切り替えのため車内の電灯が一時的に消灯いたします。村上の手前で電源の切り替えを行います。最近の車両は切り替えの間も照明が消えることはありませんが、この稲穂号ではデッドセクションで照明が消えます。切り替えの様子を見るなら夜に乗った方が面白いな。ちなみにこの車両は実は唯一の3電源に対応した車両だったりするぜ。坂町に止まります。まもなく村上です。村上に到着でございます。1番線お出口は左側です。羽越線の各駅停車の新津行きは19時50分、降りたホーム1番線からお乗り換えです。村上の次は坂町に止まります。村上です。さあどうぞ、ドレフトサイドウィルオープン。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Murakami. The stop after Murakami will be 坂町。しばしの夜行列車のような車窓を楽しみつつ、村上に停車。列車はすでに、新潟の近郊エリアに入りました。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急稲穂14号新潟行きです。
列車は越後平野に入ると、再び高速運転を実施、新発田から白新線に入り、列車は新潟の市街地の方面へ、阿賀野川を渡り、信越本線と合流すると終点、新潟に到着です。新幹線、信越線、越後線はお乗り換えです。お忘れ物の内容をお知らせください。新幹線改札口は自動改札になっておりますので、お一人ずつ乗車券、稲穂号の特急、新幹線の特急券を重ねて自動改札にお入れください。なお、裏が白い切符をお持ちのお客様は、係員のいる改札をご利用ください。特急稲穂14号は終点の新潟に到着。到着ホームには上越新幹線への乗り換え改札があり、乗り換えホームにつけている新幹線にそのまま乗り換えができます。乗車するのは、時348号、去年は E4KMAX で運転されていた、思い出の列車です。車両は E2K、この車両も、上越から引退が決まっているな。車内のお供はリンゴジュース、これも青森で考えたネタか、と記号で飲む、時のリンゴジュース、リンゴジュースと列車名をかけたネタが、二つとも回収できました。もちろん、並べて写真を撮るお約束も、やってきましたよ。荷物が増えすぎて、乗り換えで地獄を見たのは内緒にしておこう。乗り換えホームと新幹線ホーム両側の扉が閉まると、列車は新潟を発車。この旅の最終走車が今、動き始めました。車内に上越チャイムが鳴ります。スピーカーの機械 E4K の放送に慣れているとこもったような音質に聞こえます。車両のご紹介をいたします。 E2K1000 番台は東北新幹線の八戸延伸開業のため早手号用に製造されました。ただいま乗車している J73 編成は新青森延伸に合わせて登場した最終増備車で、列車名、行き先表示器や車内案内がフルカラー LED だったり、普通車の窓側にコンセントがついていたりと、E5 系に近い仕様になっているのが特徴です。設備は E5 系や E7 系に比べると、若干の古さを感じるが、必要なものは揃っている印象だな。座席の色は、奇抜に感じるところだぜ。列車は燕三条、長岡と停車し、山の中へ、長いトンネルで越後山脈を越えます。
壮大なトンネルで上越国境を越えると関東平野に突入だな。から北陸新幹線が合流、列車は高崎に停車します。時348号は高崎でマックス谷川との連結があった便ですが、車両変更で連結はなくなりました。到着ホームもそれに伴って14番線から13番線に変更になっています。あの頃に比べると座席が少ないからか混雑しているように思えるな。この E2 系は、上越新幹線での最高速度は時速240キロ。高崎での連結時間がない分、早く着きそうなものですが、大宮から先のダイヤがそのままなのか、熊谷から減速。考えると、あの巨体を時速240キロで走らせるのは、とんでもないことなんだな。そして、2階建て車両の広さと快適さを、改めて実感したのでした。この車両も、今度は東北で乗って、チャオズ屋さんにでも行きたいですね。いや、餃子な、でも、福島で連結を見るというのも捨てがたい。まもなく大宮です。東北新幹線、京浜東北線、宇都宮線、埼京線、川越線、東武アーバンパークライン、ニューシャトルはこのになります。降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。大宮の次は上野に停まります。東北新幹線と合流し大宮に停車。いよいよ終点が見えてきました。列車は地下に入り上野に停車。函館から13時間5列車を乗り継ぎ東京に到着します。東北ルートの迂回路や秋田や新潟に寄りたい場合、それから一周の乗車券を作る場合におすすめのルートだから、ぜひ試してみてほしいぜ。特急券の値段も大して変わらないしな。丸の内のビル群を見ながら終点東京に到着。これにて北海道旅行すべての工程が終了しました。イレギュラーな車両運用が多くありましたが、それも含めていい思い出です。今回同行してくださった方にも感謝いたします。九州にも行きたくなったことだし、帰って次の旅行の計画を練るか。それではまた次の旅でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。今回の旅行で使った切符です。財布がパンパンになりました。私はお腹がパンパンになったぜ。あんたは食べ過ぎなのよ。